3連休の天気をお伝えします。今澤さん、この3連休はどうやら雨が降りそうですね、はい、そうですね、はい、秋雨前線が南下するということもあるので、はい、かなり広範囲でしっかりとした雨の降り方になるかなと。あとは体感も少し変わるかな、うん、そんな状況になりそうです、はい。まずは気圧配置です。こちらが3連休1日目21日土曜日午前9時の予想天気図ですが、まあ、秋雨前線は北陸付近が関東付近の方に停滞する。でこの前線上に低気圧が発生し、それが近づいてくるといった状況になるんですね、はい。でこちら日曜日になるともう少し南の方に行って、さらに、23日月曜日にはさらに南下するということもあるので、はい、この前線の近くでは特に今22日ですけどもね、広範囲でまあしっかりとした強い雨が降りやすい状況になるかなというふうに見てください。で、こちらですけども、アイコンで見るとこういう形になります。ちょうど3連休に関してはここですよね、はい、結構雨アイコン並んでいる状況になります。そうですね、まあ、特に22日は大きめの雨アイコン出てます。ですのでこちらは特に雨の降り方なんかも21、22は要注意というところが多いかなと。で北日本に関しては前線南下するので、はい、こちらは結構特に北海道はね、まあ、他のエリアと比べると晴れる時間が多くなるかなと、そんな状況になりそうです、はい。あとは気温の方もここで大きく変化しそうですね、うんうん。まあ、秋雨前線ということもあるので、はい、まあ、だんだんと秋の空気の方が一旦覆ってくるということもあるので、これを見るとこの時期なのでね、はい、こういう言い方するとちょっと語弊はあるんですが、うん、東京でも最高気温30度下回りますから、はい、うん、そんな状況になってくるというふうに見る方が良さそうですね。だいぶこれまでと比べると暑さは和らぎそうですよね、うん、そうですね、体調管理をしっかりと、ね、気をつけていただければと思います、はい。詳しい情報アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。